やってきました。今回はもう松さんとチョメさんも参加ということですから、はいはい、どうですか朝ですで、はい、朝ですため今日頑張りましょうよ皆さんで、はい、一番頑張ってもらうのは選手です。そうですね、はい、今日はでも試合前にあることもありますから、はい、すごいことが、すごいことが起きますからね、はいはい、それによって、うん、今日の多分このみずほペーペードームの空気変わりますから、うん、はい、責任重大、責任重大よ、はい、責任重大、頑張ろう。じゃあ勝利を目指して、はい、一緒に頑張りましょう。今年の朝デスデーはみんなで熱男。この日ホームラン打ったらみんなで熱男。選手の皆さんもやってくれるかも。そのためにも2人が協力してホームランを狙います。ホームランを打ったらみんなで熱男の大合唱。試合前から球場を熱く盛り上げようってなわけなんです。果たしてホームランが飛び出してみんなで熱男ができるのか。それではチャレンジスタート。投げた、どうだ、投げた、どうだ、投げた、どうだ、どうだ、打った、どうだ、打った、打ち上げた。朝ですファミあのねデータからね。あ、おはようございます。おはようございます。おはよう、ありがとうございます。松田さん何してですか。え、何してですか。今日はね、朝ですファミあのね、データからね、すごいでしょ。はい、早いでしょ、やっぱ一番準備が。ああ、こう見てくれて、ね、普通にあるですよ、たまたまじゃないですよ、これが普通だから。こ今、うん、プレーボールの4時間半前、うん、結構時間大きいっす。5時半大きいっすね。すごいですよ、準備すごいから。支援出るから、はい、どうぞ。ありがとうございます。また連絡するわ。ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。またさ、連絡しないと返し返し返す返す返す。調子いいからいいや。頑張ってね。デーゲームの日は朝5時に起きるという牧原選手。主力選手となった今も育成時代と変わらぬ準備をしているんです。やっぱりプロで活躍する選手は努力し続けるんですね。さあ、そして今回練習前のインタビューを受けてくれた選手が、おはようございます。アキラさんも栗原選手もおはようございます。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 よろしくお願いします。お願いします。早いんですね。早いっす。いや、早いっすね。ねえ。でも、これから練習なんですよね。あ、そうです。はい。ちなみに今日、8月11日なんですけど、はい。はい。今日何の日かはご存知でしょうか。もちろんです。お、お、もちろんです。え、それは、朝ですで。わー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。覚えててくださったんですね、はい、もちろんですよ。嬉しいです、はい、このグー書いたの、はい、マチさんです。うまい、はい、うまいです、はい、どうですか。こうなんかシワがいいっすね、はい、シワがいいでしょ。シワがいいっすね。あのちょうどあの、はい、サードの、はい、守備位置がすぐ近い区なんですよ、はい、朝ですの皆さん一番近いってことです、はいはい、3000人、はい、今日もボール投げ入れたいと思います。あ、そこに、はい、そんなあれですか、朝ですさんのためにあれですか。朝ですさんのために頑張ります。3球いきます。3球投げます。全部投げます。あ、はい、ありがとうございます。もちろん、あぞ魂、はい、で、栗原選手今日ね、はい、あの朝ですぜということで、うん、あの自分と、うん、森内さんがですね、はい、対決じゃないんですよ、うん、あの協力してセレモニーでホームランを打つっていうことをチャレンジしたいと思うんですよ。協力して、はいはい、なのでホームラン打って、はい、ドーム全員でね、はい、圧をしてね、試合前盛り上げたいなと思うんで、はい、ぜひ、よろしくお願いします。もう自分も頑張るんですけど、当然試合では今日はね、朝ですでということでね、はい、栗谷選手、はい、今日だけはホームラン打ったら今日だけお願いします。今日だけ、今日だけお願いします。栗谷選手今何も、今日だけでね、マチさんも何も言ってないですけど、はい、もうお願いしますだけで通じてるんですね。はい、わかります。もちろん、もちろん、はい、お願いします。今日だけ、はい、やりますか、はい、はい、ありがとうございます。今日だけですね、はい、はい、練習しとかんでいいですか今。練習いい、はい、いい、やっときましょう一応ね。お稽古、お稽古、お稽古、じゃあちょっと、あの先生、先生隣で、師匠が隣で、パックだとったら大きく声の、ありますよね、そういうのね、もう行きます、ホームランしましたね、そのまま、せーの、あーぞー。何かこう、楽しみに見たいものとかある。あと、おあら、あれちょっと待って、
早速のマッチです。マッチです。え、今日このシャツを着てきたのは何でですか？いや、今日マッチがホームラン打つから。あ、こんにちは。めっちゃ可愛い。ハチマキ、ハチマキしてくれてると思って。去年も来たんです。あ、私松田さん大好きで、今日のために朝ですのために必死で頑張ってきました。中村選手頑張ってください。熱おー。この選手見たいなっていう選手はいますか？山川選手。山川選手の何が今日は見たいですか？ホームランが。ホームラン、せーの、熱おー。熱おー、いいですね。熱おー、絶対勝つぞ。熱おー、全員応援します。はい、どうぞ。コーチ陣の方がフォローしてくれるんで、その時間なんです、この時間。うん、まあ、いろいろあるんですよね、その感覚をこう。いい方ですね。すごい大好きなんです。いい、そう、分かりやすいし。そうです、何年目ですか？そうです、22年。ホームランを狙います。成功すれば球場全体が盛り上がること間違いなしということで、ブルペンにやってきました。はい、はい、実際どうですか、自信は？結構な確率でいけるかなと思います。ちなみに今更ですけど、森久さん、コントロールはいいですか？何言ってんすか、失礼な。コントロールで生きてきた人間でしょうがよ。そんなコントロール命のチョメさんと、プロ通算301本塁打のマッチさん、ホームランチャレンジに向け本気の調整を行っていきます。いい球ね、それ欲しいね。全てはホームランを打ってホークスを勢いづけるため。はい、西田さん、キャッチングいいですね。入念に確認をしていきます。いや、今出過ぎ、94で出す。あかんか、94で。カーブとかはどう？カーブとか、カーブ、うわー、いや、絶対無理やな、難しい。ラインは間違えないように投げるから、この上下だけ自分で準備しといて。 OK、 あー、いい、それがそこ欲しいね。今日のリリースポイント決まりました。決まった。ということで、はい、はい、もう調整はバッチリですか？はい、はい、バッチリです、はいはい、これは期待してもらってもいいかなと思います、うん、はい、いけそうな気がします、はい、僕もいけそうな気がします、はい、これいったりましょう。本当にホームランが出るかも、誰もが期待したくなる、そんな2人の練習はその後も続き、本番直前まで2人は集中力を高めていきます。芯に当たってるぞ。そしていよいよ本番。ピッチャー森プーまた行こう。松田ボール置きます。これは置いた、ボール置いた、バット置きます。バット置いた、はい、これは、はい、僕たち、はい、引退します、はい、いや、してます。
いやでもね、すごいあん、ね、景色だったんですよ、久しぶりに。で練習の時は全然違ったんですけど、森内さんの奥にすごい歓声があって、全然目の感覚がね、合わんかったね。初球びっくりするぐらい引っ掛けましたね。いや、そうだけど、ブルペンの時とやっぱ2人違ってた。ほんと、うさたせまち。いや、うさたせ、でもね、すごいあのかね、あの朝ですけどね、はい、スイッチを入れられると思うんで、みんなで応援しましょうね。はい、はい、はい、はい。一番楽しかったことなんですか？山川のホームランです。マッチ打てなかったけど、久しぶりにマッチの姿見て嬉しかったです。楽しかったです。楽しかった。作文とかに書こうかなって。楽しかった。じゃあいきますよ。